全日本マウンテンバイク選手権大会は日本自転車競技連盟が主催するマウンテンバイク競技大会である。1988年に第1回開催。2002年以降は基本的に毎年7月に持ち回りで行われる。1988年から1991年は日本マウンテンバイク協会主催。1992年は 全日本実業団自転車競技連盟主催、1993年から1995年まで日本マウンテンバイク競技連盟主催、1996年より日本自転車競技連盟主催となっている。JCFMTV ジャパンシリーズが前年度のランキングをもとにカテゴリー分けするのに対して選手権は前年度の成績に関係なく年齢による カテゴリー分けで戦われていた。2015年にクップドユジャポン MTV に変わってからは、それぞれの年齢カテゴリーが共通となり、回クラスはノンタイトルでの閉催に変更された。2018年からクロスカントリーエリミネーターが開催されている。クロスカントリー、男子クロスカントリー、女子クロスカントリー、男子 U23 クロスカントリー、 女子 U23 クロスカントリー男子マスターズクロスカントリー男子マスターズ30クロスカントリー男子マスターズ40クロスカントリー男子マスターズ50クロスカントリー男子マスターズ60クロスカントリー女子マスターズクロスカントリー男子ジュニアクロスカントリー女子ジュニアクロスカントリー男子ユースクロスカントリー女子ユースクロスカントリーエリミネーター男子クロスカントリーエリミネーター 女子ダウンヒル、男子ダウンヒル、女子ダウンヒル、男子ジュニアダウンヒル、男子ユースダウンヒル、女子ユースダウンヒル、男子マスターズダウンヒル、男子マスター30ダウンヒル、男子マスター40ダウンヒル、男子マスター50ダウンヒル、男子マスター64クロス、男子女子、デュアルスラローム、男子デュアルスラローム、女子ヒルクライム、男子ヒルクライム、女子。ありがとうございます。